サトスチューンチャンネルです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、お友達、 YouTube のお友達のね、シンさん、シンさんマニア TV さんからステッカー、オリジナルステッカーをいただいたのでご紹介します。はい、これはね、ほら、シンさんのチャンネルのアイコン、これをステッカーにしたものなんですね。ほら、こんな可愛いの、結構凝ってるでしょ。で、なんかね、ステッカーの質感もすごく、なんか上質なものになってますね。いや、こんなものをいただいてね、本当にありがたいです。でね、僕早速、こう、1枚をね、これパソコンにこうやって貼ってみました。はい。Asus の Chromebook ね。はい。こんな感じで。ね、他にもね、この、キラキラコーティングのシールも入ってまして、ほら、こんな凝ってんですよ。キラキラって。この3色ですね。この3色。これ赤？これは？ブルー。こっちはもうちょっと濃いダークブルーっていう感じですかね。いや、すごい凝ってます。あのね、シンさんって方、すごくね、実際にお会いしてね、まあ、どんな方かっていうのね。まあもちろんその、まさに動画で見たまんまなんですけど、動画でわかんないところで言うとね、すごくね、スピリチュアルな力を持ってる方なんですよ。僕はですね、なんかその霊的なものがいるっていうのはね、全然信じてなかったんですけど、シンさんと話を聞いたらね、ああ、本当にいるんだと思って。僕よく金縛りでさ、幽霊を見るってことはあるんだけど、あんなのはね、幻覚でさ、実際はね、ポケモン GO みたいな感じで現れるんだって。ねえ、すごい、そういう世界もあんだなと思って。僕は、お友達だから2秒で信じた。今まで信じてなかったのに。はい、そんな感じに、不思議な力を持ってるシンさんですけどもね。まあ、シンさんのチャンネル、動画の説明欄の方にリンク貼っときます。興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。どんな方かっていうとね、沖縄で、沖縄を拠点に活動されてる方で、車にね、スマホを積んで、で、ライブ配信をしてるんですよ。で、それでまあ沖縄の景色、いろんなところを回ってね、視聴者さんと一緒に、まあドライブしていくっていうようなチャンネル。あとは、沖縄の景色とか美味しいスポットとかね、そんなのを紹介して、沖縄の良さを伝えてる人ですね。興味のある方はぜひチェックしてみてください。沖縄の良さ、はい、すごく感じられると思います。というわけで、サトチューンチャンネルでした。